ルミアキチャンネル。今日は新しい企画を企画にしたい。いいよ、企画の前段階かもしれないけど。企画の前段階。麻雀カルタを作りたい。麻雀カルタ。うん。麻雀カルタありそうだけどね。ありそう。調べてないけどありそう。あの麻雀カルタルミ焼きチャンネルバージョンで。なるほど、うん、いいよ。で製品化したい。製品化、うん、おいくらで売るつもり？いっぱい5000円くらいかな。いやもうなかなか払えないぐらいの金額。えマジで売れないよそんなの。まあ、とりあえずそれを完成させるのが第一段階、うん、なるほど目標だね、うんうん、いいよ。カルタって知ってる？カルタはなんか最後やったのいつだっけなって今考えてたんだけど、小学生とかかな、うん、まあなんかその犬も歩けば棒に当たるみたいなことを読み手が言って、うん、でそのイっていうこうひらがな一文字と絵が書いてあるものだね、うん、でパッと取るやつなんだっけ。百人一首の簡易バージョンみたいな。の簡易バージョン、あなんかあるかも。もっと大人になってから。大人になってから1、2回くらいやったことあるような気がする。でもその一人でカルタを見てたのは覚えてんだけど、うん、実際に遊んだことはない、うん、あそうなんだ、うん、でそのカルタどうやって作るの。だから、うん、あいうえをかきくけこさしすせそうで、うん、あから始まる、うん、麻雀あるあるとか、うん、なんかそんな感じで作っていく感じ。なるほどね、うん、いいよ。あきさんからじゃあやる。え、あきさんから考える。あ、自分たちで考えるの。そう、自分たちで考えるんだよ。そう、そうでしょうよ。そうなんだ、いいよ、OK、うん、あから始まる麻雀あるある。明日の天気ってなんかにゃのっていうローズはダメよあの指だったりとかね、そうあのローズって投資ね、まあ、いわゆるイカ様の技術ね。そうです、昔のね昭和の向こう口とかに多分出てくるかな。そう出てくるのよ、うん、だからその例えばなんだ明日は晴れかなとかって言ったらそのマンズの何とか。そう晴れはマンズで明日から3日間くらい晴れるらしいよっつったら三の筋でとかみたいな、うん、もう一回言ってもらっていい。明日の天気は何かなっていうローズはダメよって採用やったもう思いつきでパッていったやつをやっていく即興の方が楽しいじゃん。なるほど、うん、だからじゃあアキさんがルミさんに出すね、うん、で猫が麻雀牌を倒す。猫を飼っている家で麻雀をやると猫が牌を倒す。うん、まあまあまあ見たことはある。いいんじゃないか。採用。甘いな今まあまあいいんですよこれぐらいで。まあ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 即興だしね、いわゆる。そうそう、はい、うっそでしょそんな街あんのあのこれさカルタだからさ、うん、あの絵が必要じゃない、うん、で絵は我々のこの配信中とか、まあ、改めて写真撮ったりするから、うん、今のアキさんのうっそでしょの絵があの出るね。うって書いて丸ってなってアキさんの絵、うん、そうだね、うん、今多分できるよ、できたね、うん、じゃあレレンちゃんしすぎ優しいね優しいいやもう思いつかいや連チャンしたいか、うん、しすぎか。あでもどっちもあるやん。まあそうね、うん、でも連チャンしたいはさもうここはがつくじゃん。ここは絶対連チャンしたい、まあ、そうだね、うん、ありがとうございます、はい、さっきと同じ街じゃねこれ。マジであるあるでしょ。あるあるだね。あの全然曲とかあるよね。あるある。うん。あんねん。ある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 。あるある。うん。採用。そんなに私から上がらなくてもよくない？ああ。あるね。あるあるある。ある。採用。ラインができちゃったんですよ、うん、もうあるあるある。もう一人にばっかりね打っちゃう時とかね。あるあるある。あれね、松ヶ瀬高也が岡田紗友香に打つやつね。あー、わかるわかるそんなに高也ちゃんから上がらなくてもよくないってやつね。目メンチンのバビーとは俺のことだ。かっこいい。
こはちょっと馬場さんにあの友情出演してもらって経歴詐称、はい、俺やで火日吉はうるさい。ああ、そうね。日吉がうるさい。どっちがいい？日吉はしょうがない。みんな総意です。採用でいいですか？採用。ありがとうございます。や。やっぱりね、当たると思ったんだよ。いるね。いるね。じゃあ切んなよってやつ。マジであれ何なんだろうね。いや、あの危ないっていうのは分かってるって伝えたいんだよね、うん、まあまあまあ、だからその、うん、適当に切ってるんじゃなくてこっちは覚悟を持って切ってるんだよみたいなのをアピールしたいんだろうね。そう、僕、そうそうそう、通ると思って切ってないんだけれど、いるね、やっぱり当たるよねって言いたいんだよね。いるね、うん、マジでいる。採用採用。ぬ抜く牌を間違える。やべえじゃん。もろくそいイカ様やん。違うサンマとかでさ、ガリとかさ、あドラとかあるじゃない。なるほどね。ぶっこ抜きの方かと思ったわ。イカ様ばっかり。違うよ。つ続いてねえな、なんでこんなの掴むんだよ。絶対そうだと思った。それしか思い込まなかった私は、はい、採用採用。よっよくこんな牌切れるね。嫌なやつ。ちょっとあの K また K また K エンジがちょっとふわっと出てきたけど、 KK が出てきた。 KK が出てきたの乗れない豚はただの豚だね。麻雀乗ったもん勝ちだから。それ豚はちょっと言葉ひどくて、あの紅の豚オマージュは分かるんですけど、えいって目つぶって切っても当たるよ、うん、当たるときは当たる、当たるときは当たる、当たらないときは当たらない、当たらない、いいでしょう。ありがとうございます。く食いたんなしのルールってやっぱ難しいよね。なしなしね、なしなし。いやもうありありとかなしなしとかもう分かんない人が多いからね。確かに。ありありって何ですか？コーヒーですか？ね、昔は食いたんなしとかでやってたんですよ。食いたん先付けなしっていうのがね、はい、必ずルールに入ってたんだけどね。後付けってやつね。うん、もう書いてないとこも多いもんね。ありありがもう当たり前みたいな時代になりましたからね。ね、はい。じゃあ2。二階堂姉妹、姉はルビ、妹が秋です。うん。つまらん。いや日本橋しか出てこなくてさ。あ、ゆ言ったじゃん、それは当たるって。言ってないでしょうよって、ね、言ってない、過去言ってないまで必要だ、ね、過去言ってないまで必要、いいだって言っちゃダメだし、言っちゃダメだし続きが欲しいって言う人がいたら、ちゃんとこのルミヤキカルタが欲しいのであればコメント欄に欲しいですって頑張って最後まで作ってくださいってコメントしてもらおう。じゃあ高評価が1000を超えたらマジ？そりゃそうだよ。もうだって登録者何人いると思ってんの？そうだよね、うん、11万人いるんだもんね。本当は1万って言いたいところだよ。そうだよね、うん、そうだよね。それを1000って言ってるんだから。そうだ、じゃあ高評価1000いったら続編と製品化を、うん、前向きに検討します。はい、はい、以上。